昨日昨日、おととい買って、昨日買って、うん、昨日書いたかな。そう、ありがとう。昨日3時40分入りだったんだけど、私たち2時半入りだったの。そう、1時間1時間早く来て書いてたんだ。嘘、昨日。そう、ワロップ、うん、嘘知らなかったありがとう、本当に、おめでとうございます。どうです、うん、喋りたいことある？なんかね、うん、さっき MC がなんとかって言ってたけど、本当に2年前から MC が下手で、こういう時もあんまり言葉が伝わんなくて、思ってることめっちゃあるんですけど、全然言葉にできなくてあの本当に感謝でいっぱいで、あの1ヶ月半遅れでこうやってやってもらうのが本当に申し訳ないなってずっと思ってて、本当は誕生日の近くにあのお祝いしたかったなって思ってたんですけど、こうやってあのお盆というみんな帰省したり忙しい中、あと当人祭とかかぶってる中、本当に来てくれてありがとうございます。あの生誕委員の皆さんが4ヶ月前くらいからかな、すごい早い段階でなんかツイッターとかでできてて、それに対してすごいびっくりしたんですよ。で今日もさっき私知らなかったんですけど、社長室のところで社長となんか普通にお話をしてたら、下見たって言われて、窓から下を見たら上りみたいな形になる見せたみたいなのがあって、それを見た瞬間に本当になんか涙が止まらなくなっちゃって、でリハーサルの時にここに来た時もこんな素敵なものを用意してくれて、なんかたまたまツインテールだし、たまたまリボンの位置も一緒だし、衣装も一緒だし、なんかすごいなと思って、本当になんか感謝でいっぱいです。本当になんか里春の生誕の時に里春がなんか売れなきゃみんなと会えなくなるって言ってたんですけど、本当に私もそう思ってて、あのこうずっとやってるだけじゃ多分いつかみんなに会えなくなったり、本当にみんなのことが好きだから会えなくなるのが嫌だなって思うんですけど、やっぱりちょっとずつでも大きくなっていかないといけないので、皆さんいなくならないで一緒にこれから大きくなってくれたら嬉しいです。なんで泣いてんの？ごめん、今日泣かない自信があったんです。でもダメだった。なんか田崎今日も立派に手紙書けるようになった。佐藤は嬉しいです。よかった。よかったね。でもなっちゃう。言葉にするの下手って言うけど、やっぱこう、でもその分こうさ、みんなと交流を一番持ったりとか、ツイキャスしたりとか、すごいこうなんかなんだろう、苦手なこともあるのかもしれないけど、そう思わないけど、それをこう自分のできるところでやってるのがすごいやっぱ偉いなと思うし、なんか物事が長く続くのがさ長所ってなっちゃう書いてたじゃん。そうなんだけど、やっぱチアーズとかもずっともうさ本当にさ毎日更新したりとか、大変だと思うんですよ。だって気分の浮き沈みもあるし、私なんてもう全部嫌だって思う時もあるけど、なね、そういう時もちゃんとやったりとかして、えらい！ありがとう！幸せだ。言い残したことはないですか？大丈夫？うん、これからのライブで伝えていく。あ、いいこと言った！意外にも盛り上がる曲ですからね。だよね、あれそうだよ、ね、なんだっけ今日なるみさんがあの瀬戸に考えてくれましたから、ご自身でね、うん、そう、なんだっけあれじゃ あ、なんだと思う、よく来てたじゃん。あー、それそれ、よく来てたやつ歌います。あ、これからよく来てたあの衣装の歌を衣装の歌すごい、こんなにキョトンと言うのなかなかない。衣装の歌、衣装の歌、もうやだ
なるみさん。されどなるみさん。いいこと言った。かたせなるみ。お、ね、じゃあということで、衣装の歌ではないんですけど、まだまだ。いや、花子も分かんなかったの？いや、うん、分かってたんですけど、ここはそうだ、田崎のだったと思う。そうそう、私も今思い出した。嘘でしょ。おい、いや、よかった、こんなね、こんな感じでも見に来てくださる皆さんがいるのが本当にありがたい。ありがとうございます、本当に。まあ、仙台祭はね、こう、アットホームのね、雰囲気が良いなと思いますし、さっきのムービーもね、すごかった。絶対泣かないって言ったんだけど、うん、さっきのムービーを見てちょっと。すっごい泣いてたよ、隣で。すごい泣いてた。涙が止まらないって言ってたもんね。本当に本当に愛されてるんだ。いいよね、なんかやっぱり愛が伝わるから。伝わるよ、みんなの。それでは、それではもうラストスパートですからね。はい。だわね、私もそう思う。なんか早くない？早いよね。あっという間だった。おいしい。では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 、皆さんスタンドアップします。皆さんこんな感じですけど、こんな感じ。いや、いい感じ、いい感じですけど、皆さん、なるみさんまだまだ祝いますか？もっともっと祝っちゃいましょう。オッケーオッケー、なるみさん最高。ではでは、こんな曲いっちゃいましょう。
ございます。おはようございます。ありがとうございます。私も昔からの大好きな曲なので聴いてください。ドン。目が覚めたら辛いよ。
ゃあなんか最後に一言ください。はい、生誕祭こんな盛りだくさんな企画を用意してくださって本当にありがとうございます。そして何より時間を空けてこうやって足を運んでくれて本当にありがとうございます。ですね、2016年はもう少しで終わりなので、うん、そうだよね、そうね、まあ4分の3さん、人によって感覚が違うからね。まあほぼほぼ終わりなのできっと終わりなので残りの2016年、なんだろうこれ、なんで私何言ってんだろう大晦日なんだっけ年末だっけ、まあ、とりあえずこれからも一緒に私たちと過ごしてくれたら嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。本当に今日はありがとうございました。以上、私たちソーシャルアイドルののぞみでした。ありがとうございました。ステージからよーく見てたのでありがとうございます。よく見てたのでちゃんとラスト1曲なんですけど、皆さんもちゃんと今日の私の顔を覚えて帰ってください。